じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。元消防士の大谷です。今日はですね、ゲスト2人呼んで、まあ、久しぶりにちょっと YouTube の、ための動画を撮影します。今日はタッキー、まあ、タッキーって言ってるんですけど、タッキーと、トシが来てくれてます。で、ここは私の会社の、ザ・ワールドドアっていう会社の、オフィスです。はい、で早速なんですけど、ちょっとまあ2人との、まあ、関係性でだったりとか、ちょっと自己紹介を兼ねてですね、ちょっとインタビュー形式でちょっと話していきたいなと思います。まず2人のちょっと自己紹介してもらおうと思うんですけど、簡単に僕の方から、紹介させていただくと、まあ、タッキーは、まあ、今ね輸出のビジネス、まあ、特に eBay 輸出で、もう約4年半ぐらい、ちょうど4年ぐらい、ちょうど4年ぐらいか、やってます。で、もともと彼は、まあ、製造業の工場で勤務してて、まあ、手取り何8万だっけ、もうちょいやるよ、そんなとこもうちょい14万ウォンぐらいの、収入から、まあ輸出のビジネスを始めて、まあ、今に至るという形で、うん、今フリーランスとしてやってます、うん、で、まあ、今の立ち位置というかですけど、うちの会社の方で、一緒にビジネスを輸出のビジネスでざっと回ってます。タッキーです。よろしくお願いします。お願いします。引き続き、都市の紹介です。都市は、まあ、うちの会社の方で、まあ、輸出輸入の事業をずっと小売とか卸売事業やってたんですけども、やってたとか今もやってるんですけど、まあ、僕が今会社5年目になって、まあ、コンサル事業を、今年の1月ぐらいから、始めてます。そこの1期生の、まあ、まだ卒業もしてないですけど、はい、うん、1期生の都市です。彼は、まあ、もともと神戸に、9月まで住んでました。で、民間の外資系のね、超大手だよね。年収3000万ぐらいだっけ。3000万ぐらいで忙しいんだけど、神戸にないことない。神戸にない、そんな感じっていうね、まあ、本当外資系の、まあ、本当いい企業を勤めてましたけど、まあ、eBay 輸出で、実績を出して、まあ、出会いはね、約1年半とか、まあ、まだ存在、ね、それぐらい前ですね、うん、なりますけど、インスタグラムにつながった仲間で今こうやって一緒に仕事してます、うん、で、都市も本当ね、海外が好きで、まあ、輸出輸入の仕事をやりながら、まあ、いろんなこうライフスタイルを送りたいというところで、奥さんと一緒にみなとみらいに引っ越してきてくれて、まあ、一緒に今仕事してるという関係性です、うん、はい、というところで簡単な自己紹介は僕からは終わりにさせていただきます、うん、じゃあタッキーからなんか簡単に自分の話とかしてもらいますか。そうですね、自分はもともと高校を卒業して18歳の頃から本当地元の製造業、まあ、本当にいわゆる工場勤務みたいな感じでずっと働いてたんですけど、やっぱりもう本当に毎日毎日同じような日々の繰り返しで、給料入っても本当に支払いで全部持ってかれてみたいな、でずっとこんな生活が定年まで続くのかなと思った時に、まあ、とてもじゃないけど自分自身は耐えられなかったんですね。でやっぱり今もっと稼げるようになりたいっていうすごい強い思いがあったんで、まあ、そんな中でこう何かいいビジネスないかなっていろいろ探し回った結果、この eBay の輸出ビジネスっていうところにたどり着いて、まあ、最初は副業っていう形で会社をやりつつこのビジネスを始めたんですけど、うんうん、1年ちょっとぐらいですかね。で一応まあ月に100万円ぐらい稼げるようになって、100万円ウォン円ドル円100万ドルじゃなくてドルは今目指してると思う。ちょっと時間かかりそうだね。いやもうすぐ軽く宣伝してほしい、すぐ行きますよ。っていう感じで、まあ、そのぐらい稼げるようになって、うん、まあ、これはもう会社員を辞めてもいいのかなと、うん、単純に7倍だもんね。すごいですね。そうですね。でプラスね、それこそあと、もしかしたら話出ればあれですけど、消費税還付って考えると、うんうん、7倍とかじゃないもんね、うん、すごいな、それで、まあ、1年ちょっとで100万円稼げるようになって、1年半ぐらいで、まあ、脱サラ、うん、一応する形になって、うん、今は悠々自適な日々を過ごさせていただいてるっていう感じですね。そうだね、もう悠々自適っていう文字熟語はタッキーのためにやるんじゃないかっていうぐらいの、はい、そうですね、はい、自由な生毎日を送ってますね、はい、本当自由だよね、うん、旅行行ったり、昼
昼にトレーニング行ったり、うん、なんか自分がもうやりたいと思ったらすぐ動けるみたいな、うんうんうん、今は環境なので、まあ、それもね、まあ、自分である意味一歩を踏み出したからできたっていう、うん、そうですね、まあ、そこに関しては、うんうん、もう丸ですけど、それ以外は本当は×っていうそういう厳しいっす、そういう人なんです。厳しいっす。はい、はい、そんな感じですかね。月100万稼いだ時って、うん、そのビジネス始めて大体1年ぐらいやってたっていうところで、うん、まあ俺も大体そんぐらいだったんだけど、うん、その時の作業時間って大体どんなもん？もうその時は1年ちょっとやってて、もうそれなりにできるようになってきてたんで、うん、まあ2時間はやってなかったと思いますね。1日ね、はい、2時間やっても多分そのぐらいだったかなと思います、ね。まあ、やらない日だとね、30分とか1時間って、まあ、もう今はもう全然そのぐらいですけど、ね、はい、うんうん、それ考えるとすごい、うん、なんかあの月の利益100万って、まあ、年収で言ったら1200万じゃないですか、うん、普通の場合は消費税還付っていうのがあるんで、まあ、実質もっとね手元に残る金っていうのは大きな金になるんですけど、うん、まあ、例えば1200万だとしても多分しか日本の人口の1000万が確か 2% とか 3% なんで、うんうん、まあ、100人中2人とか3人しかなれない、うん、まあ、最初はね、簡単じゃなかったとは思うんですけど、うん、1年後にその 2% か 3% で入っちゃいました、入っちゃうと、うん、まあ、それができちゃうビジネス、うん、ここに入った時には作業時間が1時間、2時間とか、うん、あれば十分すぎるかも、うん、っていうぐらいのビジネスモデルですね、うん、これ詐欺じゃないですか。半分詐欺みたいなもんだと思います。なんか雰囲気も詐欺っぽいですし。そうですね、でもその辺はちゃんと実績をお見せできるんで。あ、そうですね、はい、うん、本当に本当なのって思ったと、うん、確かにそんなビジネスモデルなかなかないと思います、うんうん、っていうところで、じゃあ続いてちょっと簡単に話してもらえたら、はい、まあ、それこそ俺との出会いから、そうですね、そこら辺から大谷さんのアカウントを見つけたのがいつかとかっていうのを覚えてないぐらい で、ね、あ、インスタグラムか、はい、なんか、あ、この人とこういうことしてるんやとか、まあ、ご家族とか の、うん、あの投稿見てて、なんか親しみやすさっていうのがすごい感じて、で、まあ、大谷さんのところでコンサルを募集してたりとか、事業のサポートしてくれる人を募集してますみたいな話があった時に、ちょっと僕の方から DM を送らせてもらったのが一番きっかけ、うん、ね、そうだね、最初は従業員募集で声かけてくれたの、うん、はい、で、芦屋のベーコートであって、はい、でスーツ、しました、わざわざスーツで来てくれて、で、2人でアメジャーリータリアン食べるっていう、しかも隣のソファー席みたいなとこだっけ、なんか丸いソファー席、丸いソファー席座って食べました、2人でね、座って食べて、うん、ちょっとなんかやばいふうにやったかもしれないです、うん、あのやっぱまあすごい誠実だなっていうか、いつか一緒にいろいろできたらいいなと思ったんだけど、やっぱりあの僕の会社がその時募集してたのが、本当海外にずっと行けて動き回れて、本当のふっかる、うん、多いじゃないですか、多いもの多いじゃない、だからとりあえずここから本当のふっかる、ふっかるランキングでも 2% ぐらいのとこに入るかなと思って、そうかもしれない、それあるかもしれない、うん、家もね、あの神戸にまだ遠かったので、そうあったしというところでお答えさせていただきましたけれども、うん、まあ、その数ヶ月後ぐらいに、うちの方でコンサル事業を始めたので、うん、まあ、その時に都市がすぐ連絡してきてくれて、はい、スタートしたという感じで、うん、そうですね、ずっと会社員してて、まあ、コロナ禍とかになってからいろんなところで、まあ、副業が OK になったりとか、うん、そのもう一つの収入の柱を書くをするのってやっぱり大事だねみたいなところがすごい自分の方でも思ってきてた時に、うん、まあ、何か副業で今の会社に収入と他に持ちたいなっていうのが本当の最初のきっかけでしたね、うんうん、でまあ、その中でいろんな副業があって、まあ、アフィリエイトがあったりとかインスタを通して何か販売したりとかっていうのもあったんですけど、僕ずっとブログをやってきた中でなんか本当におすすめできる商品とかって限りがすごいあって、うん、誰かから PR のオファーが来てこれおすすめですとかってあげるのって多分自分で 100% おすすめできるもんじゃないけど利益のためにあげてるみたいなところが絶対世の中的にすごい多かったなっていうのが、うん、
あって、なんかそういうのは多分自分にはできないっていうか、メンタル的にもしんどいだろうなっていうのが、まあ、そういうのはどちらかさっきの見てるこれはもうお金稼げれば何でもやりますねまあ変なことはそこでしないですけどね、うん、はいはい、まあお金稼ぐということは大変なのに、なんかちゃんとその需要があるところに何かサービスを届けるとか、物が、物を販売するっていう方がいいなっていうのを思ったんで、うん、その海外の人に何かを販売するとかっていうところで、うん、あの副業としてとか本業を超えられる収入が得られるっていうところで、すごい魅力を感じました、うん、まあ、それ以上に俺に魅力を感じるんだ、はい、あシンガポールの人でカメラ販売して、うんうんうん、なんて聞かれたっけ、もうちょっとしたら恋人にプロポーズをすると、うんうん、でその時にその時の様子をあなたから買ったカメラで撮りたいっていう風なメッセージ、うん、それはでも嬉しいよ、嬉しいですよ ね、なんかそうですね、ネタのやり取りやからこそなんか、うんね、人柄を感じるというか、うん、それをねわざと丁寧に言ってきてくれる、そうですね、そうやってね、あの輸出のビジネスっていうのはこう世界中の人に物を届けることができるので、うん、すごい魅力的なビジネスかなと思いますし、うん、やっぱあの日本っていうのは、まあ、今ねすごい景気が落ち込んでいく中で、うん、コロナだったりとか、まあ、今戦争とか起きて円安とかいろいろ起きてますけど、やっぱり世界に物を売るってことは世界80億人に販売できるので、うん、で世界はどんどん経済伸びていってますから、うん、まあ、うちは特にあのサイトで言ったら eBay って言ってますけど、うん、eBay 以外にも Amazon だったり、ショッピーとかアジアだったりね、うん、もうどんどん伸びてきているサイトがあるので、まあ、こういうノウハウを身につけていくことによって、まあ世界中の人とつながることができる、うん、すごいやりがいは本当あるビジネスかなと思います、うん、うちの会社はね、あの輸入もやってるので日本の方に売るってこともよくありますけど、これ言っちゃうとちょっと反感もあるかもしれないですけど、日本の人に売るよりは海外の人に買ってもらった方が正直ちょっとワクワクします、うん、本当いろんなあの国が関係ましたよね、うん、さっき他の国でさ、珍しい国とかに買われたことある？そうですね、アンゴラとか。アンゴラって何？アンゴラ？アンゴラっていう国とか、まあ、あとはそうですね、結構よくやるんですけど、高い商品を置いたときに、まあ、当然向こうの送り先の住所みたいなのがあるんですけど、Google Earthとかに入れてみるんですよ。そうすると、要はその買ってくれた人のお家が見れるんですけど、すっごい家住んでるんですよね。あ、そうなんですね。いや、本当にもうバカでっかいプールがあってみたいな。え？これ何この家みたいな、俺もその経験あるわ、はいはい、なんかすごい不思議な気分ですよ、あこんなとこに自分が販売した商品が届くんだみたいな、まあ、お金持ってる人たちは世界中でいっぱいいるからね、うん、だからもう本当富裕層の数が違うので、うん、どんどん増えていってますしね、そうですね、うん、で本当に、まあ、このコロナ、うん、そうですけど、まあなんか今までの当たり前が本当に通用しなくなってきてるというか、うんっていうのもありますし、まあ、自分がすごくこのビジネスやってよかったなと思うのは、うん、どこに行っても何があっても、この輸出のノウハウがあれば稼げるわけなんですよね、うん、だから誰かに頼らなきゃ稼げないとか、うん、自分のその知識があるんでいくらでも稼ぎ出せるっていうのは、うんうん、まあかなり大きいのかなっていうのは思いますね、うん、それはね、うん、まあ、時間も、ね、場所も縛られないし、そう、ね、人にも縛られないし、うん、職業も縛られないし、うんというところがあるし、うん、まあ、今はね、あとその eBay っていうサイトでカメラを輸出するっていうところを、うん、まあ、話してますけど、うん、別にこれ eBay じゃなくてもいいし、うん、カメラじゃなくてもいいし、うん、ね、世の中だってもう輸出と輸入、その物流で成り立ってるんで、うん、探せばもうキリがないぐらい、うん、もう未知の領域のものがあるんで、うん、まあ、一回その eBay 輸出で、例えばカメラの輸出でそういう需要を学べば、うん、まあ、それを置き換えて別のものの商売やれば、まあ、いくらでも稼ぐことがある、うん、まあ、それはなぜかというと自分で稼ぐスキルを、ね、持ってるっていう、うん、そういうことでよろしいでしょうか。そういうことですね、はい、自分の場合は、まあ、会社を辞めるっていう選択をしましたけど、うん、別にそれが全てではないと思っていて、うんうん、当然やっぱり仕事にやりがいを感じてる人もいると思いますし、はいはい、ただやっぱり資本主義っていう世の中だとどうしてもやっぱりお金がないと、うん、まあ幸せになれないって言ったらちょっと変な言い方かもしれないですけど、やっぱり何するにもお金はかかりますし、うん、仕事をしつつさらにこう自分の生活を豊かにできるぐらいしっかりとして収入の柱を持っておくっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。まあお金はね、よくツールって言い方するけど、うん、お金が
あった方がいいのかどうなのかっていう、うんうん、そこを 話すこと自体が、うん、なんか論外っていうか、うん、お金あった方がいい気がする、うん、じゃあそのお金があれば、まあ、やっぱその人生の選択肢とやりたいことは増えるし、うん、当然お金は全てじゃない、うん、ただそんなのは当たり前の話で、うんうんうん、やっぱお金を稼ぐっていうこと、まあ、うちの、ねうん、僕も会社経営があって、うん、ハッキーとか星向かってフリーランス、自分でお金を生み出すってことはやっぱ何かしらのこう努力したりとか勉強して学ぶっていうことをしないと、うん、当然お金稼げない、うんからやっぱすごい勉強になるよね、お金を稼ぐとか生きてる上で、うんうん、そうですね、うん、やっぱ向上心、成長していかないとお金稼げないと思うんで、うんうん、はい、じゃあお金っていうところで、じゃあ都市はその EVA でどれぐらい最高の利益っていうと、最高の利益だと、約80万ぐらい。おお初めてどのぐらいで、初めて僕も1月2月からだったんで、かなり1月2月の、はい、でそれぐらいになったの半年ぐらい、8月だっけ、7月、7月かな、途中でハワイ行った時、まあ、7月か、7月なので半年ぐらい、そうですね、5ヶ月、6ヶ月ぐらい、うん、でそこに到達したってことだよね、うん、はい、そうですね、で、実際その7月にハワイに旅行行ってたじゃん、で10日ぐらい行ったんで、2週間ぐらい、そうです、2週間ぐらい行きますね、でそこで、その時の利益80万ぐらい出したってことは、はい、2週間ハワイで毎回飲みながら片手間で80万のリーフを出したというのが間違いないですか、はい、そうですこれは普通にすごいよね、うん、まあそういうビジネスモデルってことですね、うんうん、まあただそうですね、全然当たり前のようにそれができるのかまたこのビジネスなのかなっていうのも何の得意そうか、それを当たり前のようにやってる人たちがいっぱいいますね、うん、そうですね、はい、皆さん、はい、見てる方は、うん、そういう人が周りにいるかどうかわかんないですけど、うん、まあ実際そういう人たちがかなりの数いると、うんうん、っていうのがまあこの業界かなと思います。そうですね、で実際それで稼げるようになって、もうなんか自分の中の考えが変わったりとか、まあ、心境の変化っていうかこうやっぱ変わったようなことある、まあやっぱ今までは会社からお金をもらうっていうことだけで、うん、はい、まあなんか生活を送ってたわけだけど、また別の収入源か、会社員じゃなくて自分で何かをやりだすとか、うん、この輸出に携わってよかったなっていうのは、自分の時間を確保できるというか、あと働き方とか働く場所とかも別に会社のオフィスに行かなくてもカフェでもできるし、それこそ旅行先でもできるし、で隣に誰がいてもできるしっていうのがすごい僕には魅力的でしたね。俺も今自分で会社経営始めて今5年目だけど、当たり前のように今そういうのやってるけど、うん、なかなか当たり前にできないことかもしれない。でも意外とね、飛び込んでみると、うん、そういうのができるよね。まあ好きな時に、好きな場所に行ける、うん。まあ好きな時間にできるとか。うん、そうですね。うん、なんか昼間に予定を入れてても、まあその分作業しなかったらいけなかったら夜やればいいだけだしとか、ね、朝早くやればいいだけだしとかって自分で個人で調整できるのがすごいやりやすいです。うん、そうだね。まああとその好きトークで言うと。いや好きな場所好きなところとかで言うと、まあ好きじゃない人と仕事しなくていい、うんうん、それはめっちゃでかいかもしれない。やっぱ組織にいるとね、好きじゃない人というか、うんうん、まあ、当然その好きじゃない人と自分と噛み合わない人と一緒にいることによって学ぶこともあるし、うん、ね、そういうこともあってプラスな部分はあると思うんですけど、やっぱ時間って限られてるし、うん、人生、うん、そこでねどうしても我慢して付き合わなきゃいけない人と無理。俺はもう学ぶことだっても嫌な人とは付き合いたくないですもん。じゃあ待機向こう行ってください。だってその人しかからしか学べないわけじゃないから、うん、あ、確かにそれ考えると、じゃあ、ま、違う人、会う人とすればいい、はい、うん、まあ本当そんな人とは一緒に仕事する人ないんですけど、まあ、そこでなんか精神をすり減らすような、うん、会社とか、まあ、組織っていうのがいっぱい日本にある、うん、まあ、あると思うんですよ。そういうとこばっかじゃねって言うぐらい日本はそういうの多いんだから、うん、だそんなことわざわざそこに固執する人も執着する人もなくて、うん、自分で稼げるようになれば、まあ、好きなメンバー希望を教えたメンバーと別にどっちが上下じゃなくて、うん、まあ、タッキーと俺は俺が上で下だけど、そうですか、そりゃそうでしょ、こんな
そんなでしょ。結構離れてるんですね。まあ、まあ、そういう感じで。いや、冗談じゃなくて。マジじゃなくて。マジじゃなくて。あとでお説教。まあ、ということも言えるような感じで仕事ができると。うん、はい、ということを僕たちはやっています。はい。実際でも大谷さんのスケジュールだと休日とかそのっていう概念がなんかないじゃないですか、スケジュールを見てる限り。土日を休みにしようとか連絡来ても返さないでおこうとかっていうのがないので、どういう感じでオフをしてるのかなっていうのがあって、ね、そこに関して言うと、あ、まあ、一応土日は家族優先には保存してるけど、仕事と遊びのオフっていうのは基本的にない。もう遊びも仕事、仕事も遊び、うん、あ、それこそちょっとこれすげえつまんない話かもしれないけど、幼馴染の親友なんて、はい、アビちゃんというか、うん、で、今整形外科とか病院も出してて、うん、超やりて、うん、そのアビちゃんが、この間やり取りした時に言ってて、仕事っていうのは使えるに書いて、うん、事柄のことって仕事でしょ、うん、でこの仕事が使えてる間は、うん、人に使えてるわけだから、うん、仕事なの、うん、でも俺とかはこういうやっぱ思いがあってやったりとか、うん、こういうことをやりたい、こういうライフスタイルを送りたいで、輸出輸入の事業で、まあ、こういうことをやっていきたいっていう一応そのなんだろう理念っていうかそういうものがあるんで、その志が一応志だと、うん、うまいこと言うよね。なるほど、ね、だから仕事、みんなが言ってるその使えてる仕事っていう感覚ではやってない、うん、だから別にオンもオフもない、うん、もう自分の人生の中で必要なことがあるって、うん、だからそういうあんまりオンオフっていう概念はあんまりない、うん、ただやっぱ最近思うのはやっぱガス抜きは必要かなっていう、うん、いつの間にかやっぱこうなんか煮詰まってくる時期があったりとか、うん、まあ、そういうのがあるんで、まあ、そういう時にやっぱ旅行行ったりとか、うん、こう仲間とね、旅行行ったりとか、ご飯行ったりとか、家族旅行行くとか、うん、まあ、そういうのは必要なんじゃないかな。なるほど、はい、ありがとうございます。授業、そっか、次俺からの質問ということで、はい、まあ、会社経営やってて、まあ、いろんなことあったと思うんですけど、うん、その中でも特にこう印象深い出来事というか、一生舞台でいるの、うん、今の感じるのは、うん、やっぱ行動すると何かが切り開かれるかもあるんで、うん、でそれこそ僕はあの消防士辞めて、うん、最初はアメリカ行ったりとかいろいろした時に、うん、やっぱいろんな出会いがあって、うん、でそこでいろんな経験ができて、やっぱ自分の価値観が広がっていく、うん、それ自体がもう印象深い、はい、なるほど、うん、いろんな出会いがね、うん、まあ、いいものもあれば悪いものもあるかもしれないけど、うん、まあそれも一つの、うん、まあ通過点というか、うん、いい部分もあるので、うんうん、でもやっぱ結局なんだかんだ人に関わることが自分を成長させてくれるので、うん、まあ、自分も誰かと関わるんであればその人たちにとって、まあ、プラスになるようなやっぱ行動とかをしていきたい。まあでも本当にそうですね。自分も結局会社を辞めて今個人事業主って感じで自由にいろんなことやってますけど、うん、本当にうん、まあ、谷さんと出会いとかでもそうですけど、まあ、いろんな経営者の方と知り合えたりとか、うん、まあ、いろんな、まあ、これは会社員やってたら多分できなかったんだろうなみたいなことを本当にいろいろたくさん経験させてもらえてて、うんうん、本当にそうですね、いろんなことにこうワクワクしながらというか、はいはい、うん、常にこう成長できるような環境に身を置けてるっていうのは、うん、今すごくいいかなっていうか、充実した日々を過ごしてるかなっていうふうに思いますね。ぜひそれは誰かに聞くんですか。谷さんの打ち合わせ通りや、ありがとう。あ、ちょっとこれお願いします。いや、本当、うん、いいこと言うね、うん、だからそうですね、やっぱり本当にそんだけこう、まあ、輸出ビジネスを始めたおかげで、うん、うん、いろんなことが大きくいい方向に変わったかなと思うので、今こうね、動画を見てくださってる皆さんの中でもこうやっぱり本当に今のままで大丈夫なのかなとか、うん、ちょっとこうなんか自分でも挑戦してみたいなっていう人がいれば、ぜひね、インスタでメッセージとか送っていただければ、概要欄にあれですかね、インスタのリンク
これみんなこれやるね。これやってるこれやってるこれ練習大変だね。もう概要欄出てるこれやってるなんか人見るとムカつくけどね。自分やっちゃったムカつくけど概要欄の方にインスタのアカウントとかがあると思うんで、ぜひ興味がある方は、まあ、メッセージ、はい、送っていただければ、うん、いいかなと思いますね、はい、本当にそういうちっちゃな行動から自分自身もすごくこう大きくいろんなことが変わったかなと思うんで、話聞くだけなのかなだと思う。いや、うちはただじゃないですよ。そうなんですか。俺はただですよ。待ってても、誰も与えてくれないので、うんうん、そうそうそう、やっぱり自分から動かないと、うん、自分でこう、掴みに取りに行く、掴みに取りに行くってすごい重要、うん、もう本当に待ってても人生変わんないからね、うん、現状に打ち入ってても何にも変わらないんで、はい、やっぱり行動した分だけ、うん、変化があるのかなって思いますね。本当になんか最近いろんな人と話してて、うん、思うのがいつの間にかまあこう年を取っていくわけで、はいはい、俺自身もそうだけど、俺の周りの人間もまあ30何年間とかこう仲間で生きてきて、うん、まあ、上司だったり先輩とかってなると40代の先輩なので、それみんな人生変えなかなか変えれなくて、うん、瞑想してるというか、うん、ちょっといっぱいいるじゃないですか、 てかほとんどがそうだ、うん、だと思うんですけど、うん、そのままずるずるいったら、まあ、そのまま言ってしまう死ぬわけ で、うん、でいつ死ぬかも分かんないし、うん、だから人生どっかで勝負したくて何か変えたかったら、もう半年か1年間もう死に物ぐらいで何かを取り組むしかない、うん、それをやらなかったらやれなかったら、その最初の一歩を踏み出せなかったら、うん、絶対人生変わんない、うん、これだけはっきり言う、それを踏み出したタイプが、うん、タイプというか人間なんで、うん、逆に本当にそれを長いと思うか短いと思うかあれですけど、うん、まあ、半年から1年とか2年とかぐらい頑張ったらもうその先はっていう感じなわけじゃないですか、それを考えたら、うん、やるでしょっていう感じですよね。やるしかないよね、うん、でやるしかないし、それをいつかやろうと思ってる人は、うん、これも本当は誰もが言ってるじゃん、うん、誰もが言ってるけど、いつかやろうとか明日やろうって思ってる人は絶対にやれないんだよ、うん、これは。こういう話してて、例えばこういう、もし今動画見てくださってる人たちが、うん、おお、俺やるぞと思っても、うん、その時が基本的には一番モチベーション高いわけだから、うん、その時に動かないと、やれるわけないよね、うん、今までやれてこなかったから。うん、早ければ早いほど俺稼げると思ってるんですけど、あ、まあ、そこのもうなんか考えるよりまず動いてみようっていう仕事すごい大事だと思って、はいはい、もう今でもいいんですよ、もう夜パッて開いてインスタ飛んでちょっと話聞いてみたいですってメッセージ送れるのが早ければ早い人ほど多分稼げると思いますし、うんうん、いろんな稼げる人を見てきて、やっぱ圧倒的に行動力があるというか、あとそこでやるやらないは当然本人の判断になりますけど、うんうん、世の中の有名な経営者とか、うん、まあ、稼いでる人の経営者とか、うん、いろんな人いるじゃん、うん、もうそれこそ YouTube のビジネスチャンネルとかに出てるとか、みんな同じこと言ってるんだから、うん、もう先駆者がそういうの言ってるんだから、うん、それしかないもん。そうですね、うん、もう行動要は01、うんうん、今まで何もやってないから0の状態を1にする、うんうん、でそこからね、どんどん1、2、3とか足していく、うん、それをコツコツやっていったときに、いつまでも足し算じゃなくて掛け算になるので、うん、もうそこまでとりあえず食らいついてやるしかないんですよ、うん、何かを、うん、っていう感じだと思います、うん、はい、じゃあ最後に何喋ってもらいましょうか。最後に聞いてみる、じゃあトシの好きな言葉を教えてください。僕すごい、うん、これ言ったら誤解されるだろうなっていうのがあるんですけど、うん、すごい他力本願っていう言葉が好きやって、それあんまりいい言葉じゃないと思うんですけど、うん、まあ、なんか、うんうん、僕的にはそういう人間関係を築いてるじゃないですけど、その周りの人に何でしょう、今まで例えば何か教えたからそういう困った時に助けてくれるとか、うん、まあ、本願っていう言い方があれだけど、うん、人間関係を築いてたからこそ、まあ、帰ってくる、そう、うん、それは絶対ある、うん、っていうので好きな言葉は他力本願でしたけどなんかここで発表するわけじゃないし、まあ、合ってない気がするから、だいぶね、人の力を借りて楽して稼ぐ、そういう意味じゃなくて、あの周りと何やろ、おかしいまあでもあれだね、結局まあ、自分の力は重要だし、行動っていうのは自分が大事なんだけど、やっぱり一人じゃ何もできない、まあ、限界はありますからね、一人でどんね
何かをうまく活かせるとか、うん、人生うまく活かせるって基本的にやっぱ無理だと思うので、うん、よほどの天才じゃないから、うん、だから、まあ、それはそれでそういう解釈でまとめちゃって、うん、あ、そうなの、助けてもらえるとか協力してもらえる人間性というか、うん、そういう人物に自分がなれてたらいいなっていう、あ、なるほど、根本にはもちろん自分からなんでしょうね、うん、大丈夫大丈夫自己中だったらもちろんできないことだよ、人の皆さんは分かってくれてるんで大丈夫かなこれというところで、まあ、こんな感じですね、うん、また動画を撮っていきたいなと思いますので、はい、チャンネル登録の方だけだけお願いします、高評価もお願いします、はい、というところで皆さんチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。引き続き僕たちのインスタグラムで発信してますので、いればなと思います、はい、ということで今日はありがとうございました、ありがとうございました、さよなら。